最近ですね、まあ、私の専門ではないんですけれども、YouTube の動画についてですね、まあ、ご相談、ご質問いただくことが増えてきてます。特にまあ、同業者さん、社会保険労務士さんとか、あるいは税理士さん、司法書士さん、まあ、いわゆる資料の方ですよね。資料の方からご相談いただくことがとても多くてですね。まあ、いろいろ似たような質問を、ね、いただくことも多いんですけれども、よくあるのが、どれぐらいね、何本ぐらい動画を、投稿すると効果があるんですか。効果というのは、まあ、資料の場合は、まあ、問い合わせが得られるとかですね、そういったことが多いんですけども、何本ぐらい、投稿したら効果が出るんですかということを聞かれるのが一番多いですね。で、私はいつも自分の経験にしか過ぎないので、他の方は分からないんですけれども、自分の場合はこうでしたということをお伝えをするんですけども、一番最初問い合わせがあったのは、動画500本ぐらい投稿した頃だと思います。で、その後、動画が1000本ぐらい投稿数が増えてくると、かなりポロポロ、問い合わせが増えてきたということです。で、動画が2000本を増えてくると、本当に問い合わせは多いですね。全国からかなり増えていきます。ただ、この動画をね、投稿してるだけではなくて、その動画を、まあ、ホームページとかブログに埋め込んでいることによる効果の方が大きいとは思うんですけどもね。とにかく問い合わせまでに動画を見ていただいて、問い合わせを得るっていうことがとても増えてきます。で、回数的にはね、私の投稿している動画については、まあ、再生回数が多いものもありますけれども、おしなべて言うとそれほど多くないんですよね。まあ、20回とかそれぐらいのものが、中心だと思います。で、その20回ぐらいのものからでも問い合わせ得られているのが不思議なところだと思いますね。で、まあ、おそらくね、これ、私の感覚なんですけども、20回ぐらいの動画を500個、投稿すると、まあ、1万ですかね、1万回見てもらえると。それで1回ぐらい問い合わせがあると、まあ、それは必ずあるというようなところが、最低限言えることかなと思ってます。あとはね、そのキーワードがしっくり、ヒットしてるか、お悩みを解決するようなキーワードが、設定できてるかとか、まあ、動画の内容がどうとかっていろいろあると思うんですけれどもね。逆に言うと、数的にはやっぱり1万再生されないうちに、だったらやっぱり問い合わせも何も得られない可能性も十分ありますよということだと思います。だから、いろんな方から聞かれるんですけども、で、その後ね、実際やってみられたりするんですけども、1万回やられる方がほとんどいらっしゃらないんですよね。で、途中で諦められる方がほとんどなので、だから効果が出てない方が多いんだと思います。